大竹 JCT、広島岩国道路と山陽自動車道の境界を示す標識が設置されている。広島岩国道路は、広島県の2日市市から大竹市に至る国道2号のバイパスである、西日本高速道路が一般有料道路として管理している、山陽自動車道に並行する一般国道自動車専用道路であり、高速道路ナンバリングによる路線番号は、 山陽自動車道、小郡道路、山口宇部道路とともに E2 が割り振られている。国道2号の交通混雑の緩和を図るため、一般有料道路として建設された道路である。初日市ジャンクション大竹 JCT 間は、山陽道の本線と連続しており、事実上山陽道の一部のように機能している。この区間は裁判での和解の結果、 山陽道を別途建設することが地元住民と協定されているが、当初の山陽道の建設計画は地元住民の反対で撤回され、現時点で建設される予定はなく、計画は事実上消滅している。道路の規格が第一種第三級であるため、最高速度が時速 80km に指定されている。なお、この区間はアジアハイウェイ1号線 R1 にも指定されている。 残る初0日市インターチェンジ初0日市ジャンクション間は事実上採用道と国道2号を接続する支線のようになっている。当初、広島岩国道路は日本道路交段によって広島県初0日市市から山口県岩国市に至る一般有料道路として計画された。1990年までに2日市市から大竹市までの区間が開通したが、1994年に 大竹市から岩国市に至る地域高規格道路岩国大竹道路が新たに計画されたことから2000年に広島岩国道路の大竹市伊勢の区間の事業は廃止された当初の広島岩国道路の大竹市岩国市間の計画では瀬戸内海側を通る予定となっていたが岩国大竹道路ではやや内陸部に移され国道188号岩国南バイパスに 直結する形に変更された。将来は、広島南道路と接続し、広島市中心部に連絡する予定。山陽自動車道を参照のこと。料金車宿分は高速自動車国道と異なり、普通車、大型車及び特大車の3つである。高速自動車国道における、軽自動車等と中型車は、普通車に区分される。距離単価は、普通車で34円、キロメートル、 または43円、キロメートルと高速自動車国道普通区間より割高であるが、2014年4月から当面10年間の予定で ETC 車に限り普通区間と同等にまで引き下げられている。全線利用時の普通車料金は、非 ETC 車で770円、ETC 車で430円、山陽自動車道との連続利用で、 初日市ジャンクション大竹 JGT 間を通過する経路の料金を計算する場合、前後の高速自動車国道の距離を通算して、高速自動車国道の料金を算出し、広島岩国道路の料金を加算する。2014年3月以前にも高速道路利便増進事業を活用した割引として料金水準の引き下げが行われていた ETC 割引制度特別区間割引も、 参照2009年5月13日から2011年7月31日まで ETC 車限定かつ時間帯割引が適用されない場合において30%引き。前線利用時の普通車料金は定価750円のところ割引後550円。2011年8月1日から2014年3月31日まで ETC の有無を問わず、 普通区間と同等にまで引き下げられ、辞表のようになる。ETC 社には、時間帯割引が、重複適用された。一般有料道路であるため当初は時間帯割引の対象外であったが、2006年4月1日から、山陽自動車道と、道内用の割引が導入された。緊急総合対策、生活対策による、時間帯割引も対象になった。 2014年4月以降は、深夜割引と休日割引を実施、通勤割引の後ろ身である平日朝夕割引も対象になる。普通車でも、高速自動車国道で中型車に該当する車は、休日昼間割引、休日特別割引、休日割引の対象にならない。高速道路ナンバリング一覧。国土交通省。2017年2月26日閲覧。 高速道路ナンバリング路線図。国土交通省。2017年2月27日閲覧。衆議院議員、平岡秀夫君提出。岩国、大竹道路に関する再質問に対する答弁書。内閣。2014年2月7日閲覧。別紙産料金の額及びその徴収期間。高速自動車国道中央自動車道。西宮線等に関する事業許可。 西日本高速道路 P22015 年6月14日閲覧東中西日本高速道路株式会社が管理する高速道路における更新事業の事業許可について西日本高速道路2015年6月14日閲覧別資産料金の額及びその徴収期間高速自動車国道中央自動車道西宮線等に関する事業許可 西日本高速道路 P542015 年6月14日閲覧新たな高速道路料金に関する基本方針国土交通省 P52015 年6月13日閲覧 AB 高速道路の割高区間等の料金割引について国土交通省 PP1 から22015年6月13日閲覧 AB 新たな高速道路料金について、新たな高速道路料金について、西日本高速道路、2015年6月13日閲覧、広島岩国道路における ETC 特別区間割引を開始します。西日本高速道路、2015年6月14日閲覧、一般有料道路への ETC 時間帯割引の導入について、西日本高速道路、 2015年6月14日閲覧、ありがとうございます。